皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスナックワールドトレジャラーズゴールドをやっていきましょう。今回は一つ新しい武器をゲットできたのでご紹介していきたいと思います。変形する武器なんですけど、やっとですねジャラの読み込みで出ました。スナックワールドトレジャラーズゴールドで初めてゲットできたんですけど、フェアリークロスエッジ、こちらです。グレートレアで、今こっちがソードの剣の形になっていて、こっちは光バスターの V4 で、トランスで斧の形、こっちはシルバーバスターの V4 がついてます。一回クエストに持っていたんですけど、光の時とシルバーの色の時でこの切り替えをしながら、あの ZR ボタンで出てきてくれるのがすごく楽です。これはね JP とか普通だし、強さ125なんですけど、今回はねこの武器を使ってボスを倒してみたいなと思います。では行ってみましょう。これにしようかな。アドベンチャー上級にある討伐山の幸と海の幸、クエストレベル低めなんですが、ここ冷凍イカがボスなので、シルバーのバスターはここで使いたいと思います。参加条件はあるんですけど、1本だけ持っていこうかなって思います。あと中ボスが5、6体出てくる気がするので、そっちの対策をしつつ、ボスの冷凍イカは先ほどの1本だけ持っていこうかな。ではフェアリークロスエッジ、こっちのね斧の形でシルバーバスター V4、 これで戦うんですけど、今もマリンバスターとかついちゃってるの持ってるんで、これ外します。他のやつが出てきちゃうもんね。はい、これで中ボスがいるのがネイチャー、これを持って向かいましょう。出た、山の幸。そういえば1本だけで持ってくるのあまりしないんだけど、壊れたらどうするんだこれ。壊れないことを願うしかないよね。あと2体なんか意外と硬いね。は、毒ドラゴン水増し飴、いやドラゴンは嬉しい。もう一個中身は、キノコだったね。あ、ここも、なんかいいんじゃない、ちょっと運がいい気がする。あ、でも同じだ。黄金ザクロ、もう一個ドラゴン出てましたね。あ、ここ水増し飴のドラゴン結構いいかも。ために来るとき、これために来るとき、あれために来るとき、ここのクエストで貯めようと思います。今の段階で2個出てるってことはだいぶやりやすいと思う。冷凍イカ、さあ行きましょう。こっちイカ出た。え、待って、あのジャラレベ1なんですけど、200とかは簡単に入るね。あ、いい感じいい感じ。今見ました、1628。入るね。あ、これやっぱ強いわ。はい、ということで行ってきました。やっぱり強かったです。あの1本で2本の役割をするっていうのがかなり良かったね。あ、隊長発見。
で、シンデレラ隊長のクエストこのまま受けていこうと思います。どうだ特訓の成果は順調か。特訓は順調だと言いたいのですが、なんか違う気がする。いや俺にはわかる、お前は伸び悩んでいることがな。何の話？よーし、そんなお前に俺が直々に訓練してやる。ガラスの靴時代の部下たちにも声をかけておいてやろう。なんか唐突な訓練なんですけど、もちろん受けるだろうな。シンデレラ隊長のクエストだけはいといいえがイエッサーとノーサーになってる。イエッサー。よーし、それでこそ俺の部下だ。それでは身支度が済んだらロストビーフ行動に向かうぞ。突撃シンデレラ特別訓練編、特別訓練編。フレンドバスターを確か持っていった方がいい気がするな。目玉宝珠はダークワンド、ファントムの杖ですね。おお、情熱の赤い布がある。これも欲しいです。リザード系も持っていきます。では行きましょう。出たー、ボスバトル。はい、オッケー。赤持ってきてないや、まずい。隊長硬い。あと隊長だけ、オッケー、クリア。硬かったよ。バッドチョーカーは出ましたね。あ、でも目玉報酬ではないからこっちで出るかな。目玉報酬ダークワンド1本はね持ってるんですけど、強化用に欲しいけど出ない。いやー、目玉報酬が最近は出なくて悲しいね。ギラーアップ食いしばりついてるので、どこかでね使えると思うんで使います。なるほどな、お前の成長を見せてもらった。だがまだまだだな、全然だ、まだひよっこだ。ごめんなさい。というかここまで育ててくれたのは隊長なんだけど、まだひよっこなんだね。冒険は危険だらけだってのに、そんなレベルじゃあな、何度ゲームオーバーになることやら。それじゃ仕方ね、頼りねえ部下のために一肌脱ぐか。よしってわけだ。さあ俺をスナック登録するがいい。こっちが勝ったのに。隊長なんか不自然、相当不自然な感じだよね隊長。あー、なんか文句あるのか。これは何もないです、はい取りますからの取るだね。これ怒られちゃった。はい、スナック登録。シンデレラは以前ねガラスの靴のバットからもらってるから、これでシンデレラ隊長サブクエストゲットできました。私が持ってるシンデレラ隊長ってスナックから出てたやつだから、あのゲーム内のクエストをやるのを忘れてたんだよね。結構忘れてるのあるね。隊長はお前が心配なんだよ。スナック登録させるためにここでお前を待ってたんだぜ。バレてるよ隊長。何言ってんだお前ら。そんなわけねえだろ。もう持ってるから図星なんだね。ここでダイスに会ったのは偶然だ、偶然。いやもう待ってる感じだったけど。いやー焼けちゃうよな、元部下の俺たちより愛されてて。おい、鬼の隊長の名がスタルだろうが、やめろ、めっちゃ焦ってる。鬼とか言っちゃってさ、部下のこと大好きなんだよな。シンデレラ隊長って優しいよね。お前ら調子に乗りやがって。あれ、なんか雲行きが怪しい感じがする。蜂の巣になりてえのか、おらー。あー出ちゃった。まさかこの街中で撃つと思わなかったよ。本当のこと言っただけなのに、うるせえ黙れー。
ああ、しかも追いかけていくんだね。やっぱり鬼だ。街中で出すと思わなかったけど。いけましたね。クエストクリア。お、いるいる。シンデレラ隊長。俺の力が必要になったらいつでも呼び出せ。ありがたいね。ということで、今回はシンデレラ隊長のクエストと、トランス武器を使って、レイトイカ討伐行ってみました。またね、光属性のボスが出た時には、そっちでも使ってみたいと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!